はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく12時になろうとしてますね。千代田区10度でございまして、この部屋は16度7度ぐらいですね。はい、行きましょうか。ロイターにこれは昨日の午後8時14分に出た記事でございまして、ベイシティ、中国で年内にも投資銀行を設立。年内って今年に2024年ということですね。30人採用を関係筋ということです。行きましょう。米銀大手シティグループは早ければ今年末にも中国で全額出資の投資銀行部門を立ち上げ、30人程度を採用しようとしている関係筋は明らかにした。投資銀行部門は国内資本市場に特化する。国内資本市場で中国国内の、投資銀行って、ね、言うけどね、要は日本風に言うやったあれなんですよ、証券会社なんですよ。人員は現地採用や香港など別の場所からの移動で、今後数年で3倍の100人近くに増やす可能性があるという。中国証券監督管理委員会商管会の記録によると、シティの投資銀行を部門設立申請の可否を商管会が12月28日に決定したとされている。詳細は不明と。景気減速や米国との経済摩擦を背景に、昨年海外投資家は中国株から資金を引き上げたが、国内の新規株式公開 IPO は2年連続で世界で最も活況だった。関係筋によると、投資銀行部門の最高経営責任者、最高財務責任者、最高コンプライアンス責任者はすでに決定しているという。アメリカ人でしょうかね。シティは大規模な事業再編のさなかで、昨年中国のリテール事業から撤退し、そうですよね、中国ウェルス事業を HSBC に売却したと。これだけの記事なんですけど、今からですね、中国で、中国にですね、投資部門子会社を作ろうと。で、中国国内業務に徹しようと。はっていうか何と言いますかね、先の先の先ぐらい読んだらそうなのかもしれませんが、目先ですね、今年中国どうなるかわからんやんと私は見てるんですけどね。なんでそういうですね、もしかして今年パリンパリンパリンっていろんなことが起こるかもしれへん中国にですね、まあこれいくらかでもぶっ込まれるでしょ。そんな大きな額ではないと思うんですけど、まあまあでも2桁億円ぐらいはぶっ込むんでしょう、日本円にして。でですね、もしかしたらアメリカから人も派遣するわけでしょう。そうしたらね、どうなるかと言いますとね、最悪は2つあってですね、1つはですね、今年、もう今年にでもですね、中国が無政府状態に陥るという可能性ですね、共産党の党首がですね、まあ、流動化するというようなことが起こるかもしれないというのはもう1つと、もう1つはですね、もう1つは、台湾ですね、習近平がですね、土地狂って台湾行けとかってやり始めるとですね、アメリカとの、ね、戦争にはならなくてもね、アメリカは全力で中国を経済制裁かけるんですよ。とすると中国という国は全力でそれをやり返そうとするんですよ。で、彼らが一番安直な方法を取るのは、中国国内にいるアメリカ人たちを捕らえて人質にするという、そういう安直な方法があるわけですね。で、中国国内のアメリカの資産を凍結する。これはすぐにでもやりそうなことなんですね。つまり凍結されるかもしれないし、人はですね、拘束されるかもしれない、アメリカ人ね。まあどうせ中国系のアメリカ人とかになるのかもしれませんけども、まあそれにしてもアメリカ国籍がある限り、アメリカ政府はですね、国民を守る義務があるわけですね。
という困難な立場になるわけですけど、まあ、そんな置いといてですね、このわざわざそういうリスクを背負いに行くとしか思えないですね、これ、見ていると。なんでそんなことをすんのという、いやー、あのね、もうこれとことん逆張りですね。でもしかして今アメリカ資本の投資銀行部門は他にもあるでしょうけども、どんどん引き上げてる最中なんで、あのこれから出ていったらですね、そういうの全部吸収してですね、かなりのシェアを稼げるという発想なのかもしれません。まあ、それはそれでもいいんですけど、まあ、それにしてもはっきり分かりやすい、リスクが見えてるのにですね、それをあえて犯そうというのは、まあ、アメリカ人らしいじゃアメリカ人らしいんですけど、アホちゃうかと思うんですよね正直申し上げて今ですね、中国にまだ残っているあらゆるですね、外資系の資本、日本も含めてですね、どうやって撤退しようかと、どうやってまたアセットを逃がそうかということを考えて四苦八苦してるんですよ。まあ、だからそういうところに出ていくわけですから、と思うんですけど、この前ですね、あの習近平がサンフランシスコ、去年の11月に、APEC かなんかの会議でですね、サンフランシスコに行った時にですね、あの習近平と飯が食えるというですね、条件を示して、アメリカの財界人が集まってきたんですね。参加費がですね、1人4万ドルやったかなおよそ600万円、 4万ドルの金を払ってでも習近平と飯が食いたいというアメリカ人の財界人がいっぱい集まってきたんですよ。アホちゃうかと思いましたけど、まあ、まだですね、腐りかけてるとはいえタイですからね中国は何か美味しい話ができるかもしれないと思ったんでしょうね。で、習近平って英語を片言も喋れないんですねだから通訳を介しての話になるんで、なんて言いますかね、 そんな一言二言喋る機会が あるかもしれませんけど、そんなもんですよ。ただね、あの今中国もね、外資招聘必死なんですよ。で、今ドワーッとこうあれでしょ、あの沈みゆく船からネズミが逃げ出すように外資が逃げ出してるわけなんですけどもうそれでもみんな来てください来てくださいと、いろんな条件用意しますからって言うてるわけですよ。まあ、まあ、なんていうか、ブレーキとアクセルと一緒に踏んでるようなものですね。かたや共産党の締め付けをやり、外資からですね、仕事を奪い、規制をかけ、かたやおいでおいでって言ってるわけです。罠にはまりに来いって言ってるようなものですよ、僕らから見ると。でもですね、欲の深いアメリカ人はですね、そうやって4万ドルを払ってですね、あのバイデンちゃんはあの習近平との夕食会に参加してるわけで、まあそんな感じで、そのシティのですね、偉いさんもですね、その夕食会に参加したのかもしれませんね。それでなんか美味しい話をもらったのかもしれません。あるいは中国の偉いさんと握ってですね、シティだけは特別扱いするよとかって言われて、で言ってんのかもしれません。まあ、その筋が濃いでしょうね。でもね中国というのはですね、あの基本的に約束を守らないんですよ。あの最初のね、2年や3年は守るかもしれませんが、その後はいろんなあの手この手で規制をかけてきてね、追い出そうとするところを追い出すんですよ。いい例がテスラなんですね。テスラは10年ぐらい前に、その当時としては破格の 100% 出資の外資ということで迎えられて、敷地もですね、あれですね、手当てされてですね、もう年の対価払うんですよ。で、工場を作って、今上海にでですね、ワンワンとテスラを作ってるんですけども、ここに来てですね、中国国内にも BYD という有力なメーカーができましてですね、別にテスラいらんのですよ、もうすでにテスラから盗むものはみんな盗んでしまったわけですね。そうするとテスラいらんからって言って追い出しにかかってるんですよ。あの手この手、汚い手をいっぱい使ってですね消費者に文句をつけさせて、それをバーバーと報道させてとかって、まあそういうことをですね、やりそうになってるんですよ。今後されるでしょうね。で、最後は追い出されるんですよ。多分イーロン・マスクは10年ぐらい前に中国の偉いさと握ったはずなんですよ。あの俺たちは絶対保護してもらえると。
それでもですね、いらんようになったらですね、ポイッとですね、捨てられるわけですよ。意地悪されながら。多分それでですね、アセットも引き上げられないと思うんですね、テスラ。多分テスラここ 2,3 年のうちにですね、追い出されるんちゃうかなと思いますけどね。はい。まあ、そういう目に遭いに行くのね、ということですね、シティさんね。頑張ってください。このですね、ロイターのですね、今読みましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。